お疲れ様です。3月18日深夜3時半のこの暗号通貨相場解説になりますけども、コイン月光から今日もお届けしようかと思いますえ。昨日はね、随分暴落したというところで、その暴落した時が稼ぎのチャンスですよっていう動画を作りました。で、24時間まだ経ってないんですけども、ご覧のように急回復したですよ。時価総額が406兆円をまた超えましてですね。ビットコインも1000万円を優に回復してるじゃないですか。 イーサリアムも見てください。まあまあの回復ぶりですよね。え、それからソラナが異常なね、高騰をしてるんですよ。うん、やっぱりすごいですね、ソラナね。うん。プロジェクトメンバーにカルダノの手のものが入ってるということですけどもね。で、XRP も90円台を切ったものが今、急回復して93円につけて、カルダノも当然ですけども100円台を回復したってことですよね。で、イ犬も0.003円ぐらいになったでしょ。うん。で、まあ今、 バカーンと急回復してます。まあ、ですんで、あの、結局ね、その押し目なんですよね。あの、ずっと上がりっぱなしってことなくて、下がるからこそ、ああ、寝ごろ感が出て、また新しい買いが集中しますから。で、そもそもなんでね、暗号通貨値段が下がるかっていうと、誰かが決済したからなんですよね。それは多くは利益確定のための決済です。で、それを見て、ビビって、えー、離脱する人がいるっていうことなんですよ。要するに、高値掴みした人はそうなるんですよ。 そもそももっともっと根っこで買っとかなくちゃいけないんですよね、我々はね。うん、まあそんなとこですよ、今日は。くどくど言いませんけど、うん。だから2017年とかね、2016年の時とか、やっぱその頃に、えー、コインチェックとかのアカウントを作って、チラ,チラチラチェックしてるような人っていうのは、今でもね、心強くう資産を作りながらも、暗号通貨の取り引ってものをいろいろと経験して、えー、下落っていうのはチャンスだな、とかね。 で、上昇最中は買わないとかね。むしろ売り時を考えてる。みたいなことになるんじゃないかなと思います。最大の値上がりもの。ここちょっと見てみましょうか。ポン。はい。いやー、なんかね、見覚えのあるコインがちょこちょこ出てきてますね。うーん。まあ、どれが狙い目なのかね、また別の機会にちょっとお話ししましょうか。すごいのも結構ありますからね。はい。ということで、暴落がチャンスということでございました。 ぜひね、こちらのもう一個の動画の方も参考にしてみてください。昨日アップした動画でございます。